さて、いろんなこう話もしていきましたけれども、今日のもう一つの話題が親子で遊ぶということです。親子で遊ぶっていうのはどういうことかということになります。実は子どもたちの様子、社会の情勢も随分変わってきました。それこそ核家族化が進み、父親、母親、あるいは保護者の方が働くということによって、子どもたちの生活も変わってきています。学習のスタイルもまた変わってきました。当然それに合わせて生活のスタイルも変わっていくわけですね。また子どもたちが群れて遊ばないようになっています。地域の公園を見てみると、公園の中でいかがでしょうか。皆さんの家の周りの公園で子どもたちが遊んでいません。公園で遊んでるとですね、逆に地域の方から怒られちゃうんですね。やかましい。公園で遊んでやかましいというんだったら、どこで遊んだらいいのか。じゃあ子どもたちが近所の周りで遊んでると、その子どもたちに注意をする親ではなくて、学校に電話がかかってきます。どこどこ中学校の子どもが家の周りを走り回ってやかましい。まあ群れて遊ぶっていうことを子どもたちがしなくなってきている、社会がそれを受け入れなくなってきたのかどうか分かりませんが、少しまだ変わってきているというのもあります。またもう一つ、子どもたちがさまざまな運動体験がないというのがあります。今日の話の中に子どもたちが投げるということが、力が少し落ちているという話がありました。実は三角ベースとか、私どもが小学校の頃ってもう随分昔の話ですが、ソフトテニスのボールを使って野球をやったりという経験がありました。つまり野球型のゲームっていうのが、普段生活の中に割合多い遊び方でもありました。でも子どもたちは今、例えばサッカーな一つの特定の種目について優れた技能を持っている子たちもたくさんいます。でも多様な運動をしているわけではないので、運動を知らない、運動経験がないということがあります。さあそんな子どもたちを、どうまとめていくのか、その子どもたちにどう提供していくのかということなんですが、実は、この幼児対象のイベントは今レクレーション協会の中にいるんですが、いろんなお話をしていく中でとっても難しいと言われています。その一つはやっぱり参加者の年齢差が非常に大きい。大人の場合はですね、2歳3歳の違いっていうのはほとんど気になりませんし、その個体差っていうのも問題にならないんですが、それが幼児だと2歳違えば、1歳違えば、あるいは極端に言うと半年違えば全く変わってきます。当然ここにあるようにさまざまな違いが出てくるわけで、こういうことを加味していろんなイベントを組んでいくわけですから、子どもたちの発達がそうだ、運動がこうだ、現状がこうだ、そしてじゃあ何かしようと思った時に大事になってくるのは何かというと、実はお父さんお母さん、まあ、いわば保護者をどうその気にさせていくのかということになります。昔のように PTA と学校の関わりが少し違ってきました。じゃあ親をその気にさせるというのは、私は子どもたちの笑い声とかですね、そういうことかなと。子どもたちが笑っている顔、笑っているとやはり嬉しくなるものです。疲れて家に帰ってきた時、子どもがニコニコっとして迎えてくれた時に疲れも本当に吹っ飛びます。じゃあそれを子どもと親で共有をして、そして会場にいる皆さんで一緒に共有をする、このようなイベントを組むということなんですね。また逆に親が楽しくなければ子どもも楽しくありません。私レクレーション協会の中で学級のレクレーションというのを依頼されることがあります。そのような時にどういうことを狙いますかとお尋ねをするんですが、子どもたちが楽しければというお話をされます。その時にこのお話をします。
参加されたお父さんお母さん方がやっぱり楽しいことをしましょう。お父さんお母さんたちが楽しんでると子どもたちもきっと楽しくなります。そして子どもたちの笑い声や楽しい姿を見るとお父さんお母さんたちも楽しくなりますよ。そしてそのことを通してお父さんお母さんたちの会話が進みますよ、仲良くなりますよって話をしております。さあ、保護者をその気にさせるポイントとちょっと違う切り口でのこのようなこと、つまり喜びとか楽しさをどうしていくのか、さまざまな仕掛けのこと、またイベントを充実させるための工夫や配慮点、このようなことも入れていくと楽しいものになっていくと思います。実はこれはこの後やる実技の中で皆さん方がこのようなこと、今日何もない中で静かに黙々と実技をしてもですね、楽しくないんですね。わーわー言いながら楽しんでやることが盛り上がっていきます。やっぱり喜びを共有するという部分、このようなことも考えていってほしいなと思っています。また親子触れ合いや運動継続の工夫ですね、ここもまた大事になってくるところだと思います。さあ、今日は、簡単にできる体づくりということなんですが、こんなお話もちょっと、体づくりっていうと何をこう考えるかっていうことになるんですが、私がここで散歩ということを書きました。ところがですね、子どもたち結構忙しいんですね。学校で子どもたちの調査をしてみると、月曜から金曜土曜まで結構習い事が詰まっています。それは下の学年でも、いや月曜はねこれで、火曜でこれでね、で話を聞くと、まず学童に行く、で学童から直接習い事に行くとか、あるいは学校のすぐ下までサッカーのバスが迎えに来るとかですね。つまりそのような運動さえも習い事のように子どもたちのスケジュールが決められて、家に帰ってきたらふーっと疲れてしまう。本来でも健康な体を作ろうとして進めているそのことがそうではなくなってきているのかもしれません。大事な仲間と遊ぶという点、学校の中で子どもたちが仲間同士で遊びます。学級によっては全員遊びの日というのを作ったりとか、学校で全校遊びの日というのを作ったり、あるいは縦割りの集団で遊んだりというのもあります。じゃあ家庭ではどうか。子ども会というのがだんだんなくなってきています。ですから縦割りの集団で何か活動するという経験が少なくなってきたときに、仲間と何かをするという体験が少なくなってきました。ですから学校での縦割り集団での遊びっていうのは本当に貴重な機会になります。実は体を動かして力いっぱい精いっぱい力を出す、そういう楽しさ、ここの仲間との運動遊びの意味、ここを次の工夫に入れていただきたいなというふうに思っています。さあ、親子元気アップっていう言葉なんですが、文部科学省が日本体育協会、今スポーツ協会ですが、や日本レクリエーション協会などに研究っていうのは補助金で事業をされたことがありました。今長崎県の教育委員会では体育保健課さんが親子元気アップっていうことをずっと続けておられます。これはその時からのずっと継続した事業で、全国的に多分あれを受けてずっと続けてらっしゃるところっていうのはそれほど多くないのかなというふうにも思っています。つまり親子で元気アップということの意味はそこにあります。子どもたちの元気アップをする、体づくりをする、運動能力を高める手段っていろいろあるんですね。でもこの親子でっていうのはこの心エコ運動の中での一つの大事な言葉なのではないかと思います。さあ、ちょっと屋外の話もしてみましょう。屋外の運動、何を思い浮かべますかね。中野先生、はい、どうでしょう、屋外での子どもたちの運動。鬼ごっこ。あ、鬼ごっこですね。ですね。ちょっと聞いてみてもいいですか。いかがでしょうか。はい、縄跳び。あ、縄跳び出ましたね。ありがとうございます。いかがですか先生。
あ、ボール遊びですね、はい、屋外で何かをするっていう遊びになった時に、私たちっていうのはこう今まで自分たちが小さい時に親が体験してきたもの以外に様々な獲得してきたものがあるんですけども、例えば縄跳びだとかランニングだとかいうのが非常にこう定番になっています。あるいはまたこういろいろこう考えてみると、固定遊具、今新しい遊具がいろいろありますね、先々週か陸上競技場に行った時にですね、これは新しいなと思った遊具が3つほど設置してありました。つまり遊具もだんだん運動と変わってきているのかなという気もします。公園で遊ぶ、まあ、こういうのが屋外での運動としてあるわけですが、私は一つ提案をしたいのはこれなんです。散歩なんです。まあ、運動、これを運動強度と見るのか、その運動の定義にまたよって変わってくるとは思うんですけど、私は実は散歩を、幼児期の子どもたちと散歩っていうのはこんなことで考えてみれるのかなというふうに思っています。実は散歩に行こうといってもですね、子どもたち、お父さんとあまり散歩に行く機会がなかったら、お父さんが散歩に行くよと言ったら飛びついてくる子どもたち、たくさんいると思います。これをですね、よし今から探検に行くぞと、もし言葉を変えてみると子どもたちの取り組みが一歩前のめりになっていきます。探検？何それ？お母さんがそこで小さなリックサックを、 2,3 歳用のリックサックを出してくれます。探検に行くとやったらね、水がなくなったらいかんけんね、水筒を入れてやっけんね、あの小さなリックサックに水筒を入れてあげます。とするともしかしたら長靴しか履けない子どもたちがお父さんと一緒にリックサックをからって探検に出かけます。今日はお家の周りのあそこの電信柱の裏に何があるか見に行こうか、あの山に、まあ確かに交通安全の問題だとかいろんな安全の問題もあるんですけれども、まあ、防犯という点を抜きにして考えるならば、水筒を持って探検に、今の観点でいくならば防災という観点ができます。雨がいっぱい降ったらさあと、学校からこう帰ってくるときにさあと、ここの道危なかったじゃないというような話もしながらいいのかもしれません。2歳3歳だと例えば10分20分歩いたらここで休もうと、それでもいいのかもしれません。実はこれは我が子と一緒にやったことがありまして、もう我が子といってももう30近くなっている子どもたちなんですが、今も家の近くの自動販売機のそばを通った時には、ここの自動販売機でおしるこを買ったとかですね、いや自分はおしるこじゃなくてコーンスープを買ったと、そのどこを歩いたとか何とかじゃないんですね、自動販売機で何を買ったということを今覚えてるらしいんですね。僕はそれでもいいのかなというふうに思っています。ですから皆さんがどんな工夫をされているのかということのサンプルの時に、散歩しませんかということと、ちょっとした親の工夫で防災散歩になり、そして楽しい探検ごっこになっていく、こういうことも考えられると思います。実は先ほど我が家の例という話をしましたが、隣の家に長男と同じぐらいの子がいたんですが、うちが日曜日に何回か出かけるもんだから、その様子を見てた子も一緒についていきたいということで一緒について行って、今私がいる親の住んでいた、家のちょっと裏の変電所の近くまで探検に出かけました。僕はそういうことでもいいのかなというふうにも思っています。さあ、散歩の例を楽しく工夫するっていうお話をしたんですが、少し元に戻って考えてみると、私たちがやっぱり配慮しなくちゃいけないというようなことはいくつかあります。やっぱり、一人一人の発達に応じた援助ということですね、違うんですね。でも親にとってはその子しかいないので、周りのお子さんと違うっていうところがなかなかこう感じる、掴むっていうのは難しい部分はあるんですが、
家庭教育アドバイザーの方が意識しておいていただきたいのはこういうことかなというふうに思っています。安全の点、そしてできたら続くというようなこと、情報の発信、このようなことも大事なことかなというふうに思っています。さあ少しまとめてみますと、体づくりで親子の絆づくりができるんではないかなというふうに思っています。体づくりをすることによって親子の絆づくり、本来逆なのかもしれません。でも体づくりというのを手段にして十分可能なんですよということ、親子を一緒にできるならば一番ベターだと思います。ただやはりさまざまな家庭の方がいらっしゃいますので、お仕事でどうしても時間が取れないと、そうなんですよね。でもいつもいつも一緒じゃなくてもいいわけです。こうしたよって言った時に子どもたちから報告を受けて、あ、そう、今日よくやったよね、で今度どうすると一声かけてあげるだけで、それはすでに親子で一緒に何かをしたんじゃないのかなというふうにも思っています。そうしないと時間のある親だけが運動して、お金のある親だけが塾に行ってということでは、公教育が逆なのかなと私は思っています。そう、いつもチャレンジできるようなこと、そして生活をするということ、そして生活をすることがこのリズム作りにつながるというふうに思っています。さあ少しまとめてみましょう。まとめる前にですね、ちょっとこれはお話をしておきたいんですが、かなり体育大の森先生がですね、これはあの、子ども幼児期の運動とかそこら辺についてもいろんな論文を書かれている方で、10年ぐらい前長崎でちょっとお話を聞く機会があって、非常にこう感動した部分があったので、この先生の本を読んだりしてるんですが、この先生が親がどう運動に関わるのかってことを書かれておられました。やっぱり関わるのはいいんだけども、その結果だけをあまり捉えすぎると、逆にまずいぞということですね。その発達、その過程をやっぱり大事にしよう。やっぱり親が子どもたちに関わりすぎて、スポーツの点もそうなんですが、結果だけに一喜一憂しないでっていうこと、ここをちょっと意識した上で今日のまとめがこれになります。もう一度ここでまとめて言うとこういうことになります。一緒に遊びませんかということ、そして遊びの中にちょっと工夫を一緒にしましょうということ、また仲間といいますか友達と遊ばせませんかということ、そして身の回りのものを使ってちょっとした仕掛け、これが心育ち、体育育ちにつながっていくのではないかなというふうに思っています。障害体育といいますか、障害スポーツといいますか、こういう観点でいくんだったら、小学校の時に子どもたちが運動を嫌いではなく、ぜひ運動が好きな子どもたちのまま大きくなってほしいなというふうにも思います。小学校の時に運動好き、実はスポーツ未実施率っていうのがあるんですが、長崎県どのくらいですかね、多分スポーツ振興課さんの所管だと思うんですけれども、スポーツ未実施率のこのくらいまで下げようというのがあります。週2回3回同じような運動を1時間ぐらいどの程度しているのか、中学校の高学年女子、そして高校生20代30代の女性のスポーツ未実施率が落ちています。なぜか、確かに考えると分かりますね。でも楽しいという体験、ここに小学校の時に、そして運動というのがどういう楽しさなのかということを少し知っておくことで、子どもたちの成長なり発達なりということを考えるのではないかというふうなことを考えています。ではこの後少し休憩をしまして、実技の方に入りたいと思います。